イルサブルータは世界、30カ国以上、ニューヨークでの10年のロングランとかも含めて、非常に、支持を得ている劇団です。日本をモチーフ、テーマにした、全く新しい新作を、日本側の我々と、アルゼンチンの、フェルサブルータで共同制作をいたしました。今回は、パナソニックさんには、特別協賛以外にテクニカルパートナーとあと、出資もしていただいて、我々、アミューズと一緒にこの事業を主催もしていただいています。正直、エンターテインメントの制作に関してエンターテインメント業界を、本業としていらっしゃらない異業種の会社さんが舞台の制作に、出資までなさって入るっていうのは僕が知る限り初めてのケースです。で、特別協賛、カムリ協賛というだけではなくって演目の中で使うプロジェクションであったりだとかないしはこのロビーであったりだとかっていうものを演出に、パナソニックさんの技術を用いて、非常にもう根っこのところから一緒に組ませていただいていると。本当にもう空間全体がその映像になったらどんなことになるんだろうっていうことを一回形にしてみたという感じですね。液晶モニターもそうですし、世界ナンバーワンシェアを誇るプロジェクターもそうですし、あとここに敷かれている床面の LED なり、やっぱりパナソニックだからできる、あらゆるハードを組み合わせたトータルな空間演出っていうことを、形にしています。でこれをもうエンタメ業界の方だけではなくてあらゆる業界の方々にご覧いただいて、もう空間全体が映像になるということの、そういう価値を実際に体験していただきたいと、そういう思いで作りました。今回このリアルのショーケースということで映像ですとか音響のシステムを実際にご体験いただけるということで、今回このような空間でのショーケースというのが実現することができました。導入部の入り口のサイネージですけれども、柱型のですねサイネージで34台のディスプレイと床面の LED の組み合わせでさまざまなコンテンツが演出されて、ご来場いただいたお客様がですねより幻想的な世界へ誘うような空間作りができたと感じております。こちらのホールではですね7台の DLP のプロジェクターと13台の液晶ディスプレイの組み合わせで圧倒的な大空間の中での映像演出というものがご体感いただけるような形になっております。アクロサインというシステムがですね今まで我々が駅ですとか航空会社さんのスケジュール的な配信を行っているようなサイネージのシステムですけども、単に決められた時間に決められたコンテンツを流すだけではなく、今回その画像センシング等々と組み合わせまして、リアルに欲しいタイミングにより効果的なコンテンツを創出するということでアクロサインを採用しております。ロビーの中央にセキュリティカメラを設置しまして、監視をしているというよりはですねお客さんの位置を検知するんですね。で例えば物販カウンターの前にあまり人がいない時っていう時にその物販の購入につながるような映像を流すっていうね、その単に美しいだけではなくて人に作用するそういうサイネージ、そこら辺もパナソニックらしいソリューションなんじゃないかと考えています。2階はですね VIP チケットを買われたお客様専用のラウンジになっているんですね。ラウンジ全体に協賛者としてシャンパンメーカーのモエ・シャンドン様がついてくださいまして、モエ・シャンドン様の世界観を我々の映像技術で表現する、ブランドの高級感というものを我々なりに表現するということにトライしました。ここまでデジタルの最新技術を用いて、しかも公演の内容とマッチした演出で実現しているところはすごく珍しいんじゃないかなと思います。ちなみに演出家のディキ・ジェムスさんもこのロビーのことを非常に気に入っていて、非常にありがたいと思っています。どんなビジネスでもそうだと思うんですけど、やっぱりもうお客様ありきであって、やっぱりお客様のニーズを理解してそこに継続的にソリューションを提供していくっていう、共に作る競争ってよく言いますけど、やっぱそういう競争を仕掛けるパナソニックの姿っていうものを今後もどん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 具体的な形として発信していきたいと考えています。パナソニック